パワーハウスどうもロビンです。今日は3日目ですね。2日目はですね、マックで一晩過ごしたんですけど、まあ、当たり前ですけど寝れないじゃないですか。熟睡なんてできないじゃないですか。なんか2、30分ぐらい寝てまた起きてみたいな。だから完全にね、もう睡魔に今日はずっと襲われてましたね。はい。でもね、やっぱり昨日、まあ、マックもそうですけど、昨日スーパー銭湯にずっといたりとかして、やっぱお金かかるなと思ってね、いろんなところ、そういうね、施設っていうか、そういうの行くとお金かかるから、やっぱり野宿しないとなっていうことで。ただね、やっぱ貴重品が多いから、怖くて、なんか熟睡できないなと思って。で、ちょっと思いつきまして、知り合いのその駐車場で寝かしてもらえないかっていう相談をしたところ、快く OK いただきまして、はい。で、今もうそこにいます。ちょっとね、映してもいいのかとかね、そこら辺ちゃんと聞いてなかったから、今ちょっと空しか映してませんが、人の敷地なので、まあそういう意味ではすごい安心だし、結構ね、人がたくさんいるような場所から離れてるので、まあそういう意味ではちょっと安心なのではないかと思っております。はい。ということで、今日も野宿していきましょうか。2回目、人生2回目。はい。もう寝てないからさっと寝れることを祈りたい。眩しい。いやー、今寝袋の中なんですけど、いやー、今日は今日でちょっと違う問題だな。まず一つ、予想以上に暑い。基本的に暑がりなんで暑いっす。で、もう一つは蚊がいた。蚊、その普通に寝ようとしたらふーんみたいな音が聞こえて、蚊だったっす。一匹しかいなかったけど、だから、ここ今、蚊が入んないように思いっきりくるまってるんですけど、ただ問題は逆に暑いっていう。でも暑い方耐える方がね、いいじゃないですか。蚊に刺されるよりかは。そう、だからこれきつい。まあ、ちょっと頑張るしかない。だから今日もだからあんまりぐっすり寝れないかもしれないね。大変だ。蚊がやばいから、こう、くるまると今度逆に暑くて、もう全然寝れないし、やべえ。って思ったら俺天才。網、これね、100均で前買ったんすよ。このために買ったわけじゃないけど、フクロウとして。これでね、今多分蚊避けられてる。天才じゃね。これで寝れるよ。顔出したらちょっと涼しいから、で、蚊は刺されない。多分この穴が蚊が入れるサイズじゃなければいいよね。やばくね。おはようございます。明るい。いや、もうね、まあまあ寝れたっすね。このね、この網、様々。これなかったらマジ寝れなかったわ、本当に。起きました。いやいや。もうバリ明るい。今回の野宿はもう大成功でしょ。どう考えたって。5時間ぐらいは寝れたんじゃないかな。5、6時間ぐらい。6時27分。おはようございます。ちょっと俺、野宿マスターになってきたんじゃない？いや、ちょっと寒いわ、朝。昨日ね、夜は暑かったけど、朝寒いわ。よっしゃ、起きましょう。昨日撮影した段階では、この場所、その知り合いの方っていう話してたじゃないですか。で、こう、周り映していいかどうか、わかんなかったんですけど、メッセージ来て、いいよ、全然撮っても、つって。よっしゃ、起きましょう。いや、昨日はね、暑かったからね。半袖だけど今寒い。行きましょう。いや、これマジで助かったわ。蚊がこう、ぶわーいるの見えたもん。ということで、この景色ね、見覚えある方いると思うんですけど、はい、今回助けてくれたのはですね、じゃん、こちらです。UAGFB さん、ありがとうございます。はい、ね、もう、勝谷さんのところでもね、指付け売ってますよね。イエキ TV、イエキくんもね、使ってるし、ヨシさんのも含めた4個ぐらいですね、いただいたりとかして、はい。いや、ほんとありがとうございます。はい、ちょっとね、営業時間外だったら、泊まってもいいよって言われて、ちょっと早くしないとね、邪魔にはなっちゃいけないんでね、片付けましょう。UAGさん、ありがとうございます。はい。無事ね、ちゃんと荷物持って、ちゃんと時間通りに、退散することはできました。いや、何よりさ、毎回、まあ前回もそうだし、今回もそうだけど、
起きた瞬間にまず思うことって、風邪ひいてないかどうかっていうところ。だからなんか喉痛くないとかね、まあ体調悪いとか、だるいとかね、そういうのがないかっていうのを真っ先に確認する。今日も大丈夫でした。ね、もうとにかくね、意識してるのは気が参んないようにしてますね。気持ちは強く、気は強く持とうとしてます。そうすれば大丈夫だと。とりあえずコンビニ行きましょう。当たり前のようにトイレがある生活も、本当贅沢でしたね。今は必ず朝起きたらコンビニに行かないとダメですね。今こんな感じの場所ですね。なんか工場とかそういうのが多いですね。いやー、今公園で休憩中です。起きた時さ、メッシュみたいの被ってたじゃないですか。蚊からちゃんと自分の身を守ったって思ってたんですけど、よーく見たらね、刺されてるんですよ。見えるかな、おでこ刺されてるし、ここも刺されてるし、こっちも刺されてて、腕もね刺されてるんですよ。ほら、ここと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 、はい。だからあんまり意味なかった。多分さ、寝てる瞬間とかはさ、多分油断してちょっとこう開いちゃったりとかしたんだろうなっていう、うん。いやー、最高でした。いやね、昨日雨だったんですよ。なんで急遽ですね、友達のパブ君と、そのパブ君の友達の家にですね、泊まらせてもらいました。本当ありがとうございます。いきなりね、連絡してOK いただいて、いやー、幸せですね。本当ありがたい。家のありがたみが半端ない。いつでもトイレ行けて、いつでもシャワーできて、蚊がいなくてダニがいないっていう。はい、でもまだ、ね、野宿しなきゃいけない時はあるんですけど。おはようございます、カブちゃん。おはようございます。いや、本当ありがとうございます。いやいや、もう本当本当。ちょっといきなり連絡して申し訳ないです。全然大丈夫ですよ。はい、ちょっと洗濯もね、させてもらってありがとうございます。はい、こうちょっと干させていただきますんで。ちょっとね、本来の目的が見失いそうで、ちょっとですね、本当はメンシップを、6月3日までに250人達成しないと YouTube やめるっていうことで、ホームレス旅をしながらメンバーシップを増やしていくっていう、直接パークとか行って人に聞いたりとかしようと思ってるんですよ。ただあまりにもホームレス生活が予想以上に大変すぎて、それに対応する、適応するのにも心がいっぱいすぎて、メンシップ増やすこと忘れちゃうっすね、マジで。なんで集中してホームレスもこなしながら、そう、ちゃんとね、計画的にやらないとあっという間に時間過ぎちゃう。2ヶ月ぐらいしかないんですけど、もう2ヶ月切ってんのか、もうあっという間だと思うんで。ということで、今日動画アップしてると思うんで、今週の土曜日、庄内緑地パークに行きます。ちょっと理想はオープン時間からずっと行きたいんですけど、庄内緑地パークに行って皆さん一緒に滑りましょう。一緒に滑って最後、僕メンシップ入ってもらえませんかって聞かせていただきます。ランダムに聞いていこうと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。今週の土曜日、庄内緑地パークね、何でもやりましょう。スケゲーでも B2B でも。今ですね、約95人とかですかね、95、6人ぐらいで、あとだから160人ぐらいですね。2ヶ月切った状態であと160人、はぁ、やばい。なんでまあちょっとね、いろいろ計画とかやることはあるんで、今から、ファミマ行ってイートインスペースでちょっと作業したいと思います。はい、では皆さんお会いしましょう。庄内緑地パーク。よっす。